金曜ナイトドラマ無能の鷹、日和田道人役の塩名喜久です。金曜ナイトドラマ無能の鷹、鳩山役の井浦新太です。私は日和田道人という役でですね、まあ日弱です。日弱な雰囲気を持っていて、そして、緊張したりとか注目されたりとか、何かストレスを感じたりするとですね、お腹が痛くなります。お腹が痛くなって、家に帰って SNS をいじりながらコロッケを揚げ始めます。そういった、まあなんて言いますか、弱い心を持ちつつも、そのぶつけどころも一応持ち合わせていて、そしてちょっとした心の闇もあるような、まあ皆さんに一番こう近いような、一番等身大で見てもらえるような役なのかなと思っていまして、この作品のですねストーリーテラーのような、立ち位置でやらせていただいております。鳩山さんは、鳩が平和の象徴のように木が大自然を彩る、大地に根を生やしどっしりと構えた木のようにマッコリのように発光して優しく口当たりを、優しくほろ酔いになれるように、そんな男でございます。そうですね、なんだろう、まあでも本当にこれは緊張じゃない、楽しんでいるんだというような、ワクワクしているんだみたいな感覚を持つことですかね。あとはなんか本当ちょっと物理的というか、なんというか、まあ、これもイメージの問題ですけど、緊張するとなんか意識ってこう胸の方にこうなんかふってこの辺がムズムズする感覚になるんですけど、それを一生懸命この下の方に下ろすっていう、地に足がついてるぞっていうことをしっかりと認識するっていうことを意識します。あれ、ありますよ。緊張されるんですね。緊張しますよね、きっと。仕事柄もそうですけど、ね、カメラの前で芝居してなんて、緊張しないでできたらいいなっていつも思いながらも、もうその時点ですでに緊張してるんですよ。そうなんですよ。なんか緊張しながら仕事してるから、だいたいなんかね、でも緊張になれることもないですから ね。緊張だから、そのあとはそのきっとその緊張の向き合い方がね、人それぞれの、はい、こうイメージでこう上に来るからとか、ね、はい、下に落としてとか、きっと自分のやりやすいこう緊張のコントロールっていうか、きっとあるんだなって今話聞いて思いました。みんな緊張します。あ、そうだな、優しすぎる、僕はすごくついていきたくなっちゃいますけどね。自分も素敵だなってやっぱ思いますし、なんか優しすぎていつもなんか失敗したり損したりとかしてる姿にちょっとくすって笑いをいただきながらも、なんかちょっとこう逆にサポートしたくなっちゃうかもしれない。僕本当に現場に入って、初日ですかね、まあ、一番最初に声をかけていただいたのが新田さん で、その時に天皇をこう演じたことがあるっていうことから、その言い方だったり所作だったりとか、そういったことをこう教えていただいたりとか、本当に真っ先にこう声をかけていただいたのがすごく今でも残っていて、で、まあ、僕個人としてすごく思うのは、やっぱり自分がもしこう誰か後輩だったりとかに教える立場だったりに立った時、僕がもっと上の世代になった時に、まあ、俳優って言ってもこうみんな各々個々
に準備してきて、でそれぞれでこうやったりとかすることが多いって、特に映像の現場だとそうだと思うので、そういうふうに思ったら、まあ、なかなかこうね、あの声をかけて、あの何かこう助言をしたりとかって、自分だったらなんか、うん、なかなかできないなって思ったので、それをこうそのラインを踏み越えてこう来ていただいた新田さんには本当にすごい感謝してますし、恥ずかしいなそう、すごいあの今でも、もう鮮明に覚えてて、それが嬉しかったですね。ありがとうございます。なんかね、どうでしょうねあのこうあれ、あれですよ、こうね、あのこうあの先輩後輩とかね、あのそういうことじゃなく、せっかく一緒に出会って同じ仕事をしていて、でなんかこうできっと自分もなんか教えてるっていう感覚なくて、そうじゃなくてこうなんかいいものはシェアしようよみたいな感覚だから、きっとあのなんか自分も塩野くんってそういうあのセリフキャッチの仕方するんだなとかっていうのをきっとなんかあの刺激をもらってるだろうし、だからなんかそうなんか、ね、こうでも自分それぞれがちゃんと考えたものを持っていくだろうしみたい なんかこう人と人との関わりが好きなだけのおせっかいおじさんみたいな感じなだけです。いや、僕でもそれがなんか僕本当に思うんですけど、自分がその時になった時になんかそのおせっかいができるのかなって思った。それをやっぱできる人の方が素晴らしいって思っちゃうんですよね。ほらほら、ほら、ほら、ほんとに結構リアルに想像したんですよ。はい、ありがとうございます。はい、でその時には僕もあのそういう風になりたいなとは本当に思いましたね。その前回の共演の時は、共演してるんですけど、こう見過ごしでずっと顔を、目を合わせての芝居がなかったんですよ。はい、ずっと。だから、その声は聞こえてるけど、うん、その目や皮膚でのお芝居っていうのをお互い感じ合えない言葉だけのキャッチボールでやってきたんですけど、だからこの間あのお芝居した時に、塩野くんってこんな表情でこの役仕上げてきたんだって思ったりとか、このセリフ言ってる時こんな目するんだとかです、めちゃくちゃ新鮮だったんですよ。だからなんかやっとこうこの作品で、はい、そのいわゆる雰囲気だけじゃなくて、外側だけじゃなくて、なんか本当目や皮膚感でのお芝居のキャッチボールができそうで、すごい楽しみです。うん、ああ、何々です。勉強です、勉強。はい。勉強はもう本当に頭良さそうに見られて、本当に格がないので全然できなくて、うん、それは本当によく言われますね。あの中学時代から言われてました、頭良さそうでも全然できないっていう、あの意外だよね、お前全然できねえんだなって言われ続けてきた人生です。もうそう、自分も全然できないのにできるでしょっていう感じのハラスメントすごいたくさんハラスメント本当にもうそんな人生です僕は多分まだそんなにイメージも何もついてないと思うので、うん、あるとしたらあの天皇のイメージとか天皇のイメージだと思うんですよね、きっと。うん、なんでそこまでまだギャップっていうものがないかなとも思いますし、でそれこそ本当にいろんななんかバラバラなやつやってきたので、うん、あの不良でもっとこうね緩くちゃらけてる役がと、あの
人かと思ったら意外とそうでもなく、だから僕あれなんですよ、どっちかっていうとその役のイメージにこう想像されるパターンが多くて、でビジュアルもそうなんですけど、で、本人も知った時にがっかりされること多いです、はい、あのだから天皇やってる時はあのすごいもっとこうなんだろう、なんていうんですかね、なんかあの時の衣装がすごく似合ってたみたいな、うん、あの普段着は別に普通だわ当たり前だろう当たり前だろうなんですけど、であの不良もののやつをやった時も金髪でこう、うん、あの結んでたりとかしたんですけど、それもすっごいビジュアルがいいって言っていただいたんですけど、まあ、本人は別にそこまで好きじゃないかもしれない失礼だ失礼だっていうのが多いかもしれないですね、うん、なんだろうね、なんかでもさ、それ正解じゃない、まあ、俳優として俳優としてはすごいね、うん、僕はあ嬉しいなと思うんですけど、うん、でもあのいかんせん知名度が上がらないっていうことなんかネガティブなワードをこうなんかこうこれそれフォローしようと思って必ずネガティブを置いていくみたいなでもきっとそれ正解でいいよ、はい、自分はもう逆にそれをこうお仕事として何々でやったような役がすごい良かったのでこのお仕事をちょっとこの役もやってほしいですって来たとしても、うんうんうんはい、もう絶対同じやつやんないし、あで、あファンの方たちやその見てくださった方たちがどういう風に見ているのかっていうのは正直ちゃんと分かってはない、あで、あのちゃんとそれをあのもちろん直接伺った時とかは、はい、あそういうイメージがあるんだって逆にすごい新鮮に参考になったりとか、はいはい、この間あの SNS でずっとエロい男って言ってあの上がってましたマジで、はい、エロいんだそこはちょっとそっちのイメージ作ったことないけどすげえ勝手に一人歩きしてる一人歩きしてますねだからきっとなんかそのもちろん一作二作ぐらいを見てのイメージだったらもう結構固定されちゃうかもしれないけど、はい、そのイメージがバラバラになって本当は存在してないんじゃないかってなるぐらいいろんなこうイメージがをばらまいちゃえばイメージなんてつかないんじゃないかって思って、はい、いろんなイメージを役を通してこう世の中にこうどん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 問いかけて投げ続けてきたら本当に自分自身もイメージとか気にならなくなっちゃってるし、うんうん、きっと、まあ、自分が気にしてないからなのか、はい、本当にそこに興味がなくて、はい、どう思われてるのかとか、うん、どんな風に届いてるのかとかが、はい、あのイメージが、はい、全く分かんないんですよ。だから逆に教えていただいたことで答えられるんですけど、うん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 、だからね、なんかあの一つの役が印象強くてとか同じ雰囲気の芝居しかあのしたくなくてとかだったら、はい、あのそのイメージはどうでこうでって言えるけど、うんうんうん、あんまりイメージ崩壊っていうか、うん、いや俺でも新田さんは本当にそう、うん、逆に今おっしゃっていただいたイメージですか、あフラットなんですよね、うんうん、本当にいろんな役やられてるんで、だからあのなんか勝手かもしれないですけど、僕は勝手にシンパシーというか、あ本当になんか感じていて、そうそう、なんかこれのイメージっていう強いものがないから、うん、面白いなと思うのは、はい、そうやってこうなんか拡散してって中で、はい、この役がすごい印象残ってますって言われると、うん、そこなんだってこう面白い、うん、こっちが逆になんだろう。その帰ってきたイメージを楽しませてもらってる、はい、うん、だからこっちはいつも本当言った通り、はい、いつでもフラットな状態でこう作っていきたいなと思ってる中で、あのこの役がすごい、何々になりましたとか、あのこの役を見て俳優をやりたいと思ったんですとかっていただいた時に、その役がすごい何かのその人にとって何か残る何かになるって何なんだろうって、すごいやっぱそこでこっちがなんかもう一回その役について考えてみたりとかできるのはすごい、そうありがたいことではあるんですけど、うん、あの
このドラマどうでしょうね、なんかあのみんなそれぞれ の, あの何かにこう偏ってたりとかあの悩んでたりとか、うん、苦しんでたりとか何にも気づいてなかったりとかいろんな人たちがこうギュッと集まったドラマなんですけど、なんかこの今の世の中のいろんな部分をそれぞれが背負ってる人たちが集まってるなって思うんです。なんか見ていてみんなが登場人物みんなが幸せになってほしいなってすごい思えるそんなドラマでもあるんです。でも それってきっとなんかこの今の世の中へのこうエールにもなっていたりとか、あの自分はこの人だなってこう重ね合わせてみたりとかしてなんか少しあの元気が出たりとかで、主人公の高野によってちょっと頑張らなくてもいいんだなとか、そうやってちょっとこう深呼吸してもらえるあのドラマになったらいいなと思うので、ぜひお楽しみください。今あの新田さんが言ったあのおっしゃったようなことが手軽に見れるドラマです。はい、あの内容だったりその登場人物だったりそれぞれ抱えているもの思うこととかいろいろあって共感できる部分たくさんあると思うんですけど、それをあんまり深くこう考えずにあの見てたらなんかこの役好きだなだったりとかなんか共感できるなって気づいたらそういったところにあののめり込んでいけるようなドラマだと思っていて、基本的にはフラットにラフにあの高野の無双を見ていただけたらあのすごく面白いと思いますので、まあ気軽にあの構えずに見ていただけたらなと、はい、思います。よろしくお願いします。金曜ナイトドラマ無能の鷹、ぜひご覧ください。